各家、ファザナは奉公。炎章に仕えようとしたが、その器を見限り、彼のもとを離れた。その後、曹操こそが天下を取れる人物と考え、祭神を推挙して、曹操陣営の増強に貢献せんとした。そんな折、曹操の父曹操が、各家の優れた洞察力が今、 万長殿、今はと。おっと失礼。考え事をしていると、フッ、フォロワーか。今からさて、フッ、実質 何を召し上がりますか？ またのお菓子を。 いいもの揃ってますよ。
ありがとうございました。へい、いらっしゃい。毎度どうも。炎症様は煮え切らん。いいもの揃ってますよ。ありがとうございます。いいもの揃ってますよ。
ありがとうございました。馬がご入り用で。またお待ちしてます。馬がご入り用で。またお待ちしてます。お主らが純育と各家が集めたという使者か。万博寧と申します。築城に罠の設計。刀剣を打ち、徐州を我が手に収める。おのおの、その際を大いに発揮せよ。避けたかったが、もはや覚悟を決めねばならぬようだ。憎しみに支配され、戦を起こす。そのような男に、徐州は奪わせぬ。よっ、ゴー、ゴー、ゴー、いない。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。受け取ってほしいな。本気よね。支援で徐州を踏み荒らすか。そうそう、貴様のような男に負けるとは。今はどのような組織にも私は進まねばならぬのだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。劉備にはちっとばかし手こず。申し上げます。帝都が陥落。進め。立ちはだかる者は全て切り伏せよ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。曹操軍の皆様、ここはもはや緑殿の城。速やかにお引き取り願いましょう。裏切り者が抜け抜けと。ここは殿のもんだ。とっとと出てけ。
敵の要所を叩く。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。ここまで攻め込まれるとは。急げ、急ぎ策を講じなければなりませぬな。策などいらん。あの程度の雑魚、この俺がひねり潰してやる。そこは敵にはもったいねえ。彼らがいただいちまおうぜ。楽しませてあげるよ。今から程度の城、貴様らにくれてやろう。これで終わりではありませんぞ。よし、俺たちの勝ちだ。いやー、牧羊を取り返せてほっとしたぜ。無事飲酒。なあ、さて、おお、曹操殿、よくぞおいでくださった。陛下。この馬車はもしや、なるほど。止まれ。誰が乗ってるのか中を見せろ。逃げ切れぬか。やむを得ん。倒さねばならんな。よっ。強い。俺たちじゃ太刀打ちできないか。安全は確保されたな。進軍を再開せよ。この立派な馬車、間違いねえ。おとなしく帝を置いていきやがれ。届き者め、これ討ち取ってくれよ。ここまでか。手ぶらで帰ることになるとはな。安全は確保されたな。進軍を再開せよ。やるのだな。これで洛陽の安全は確保された。あとは巨匠への道を開くのみよ。ここならば陛下の安全は守られましょう。護衛とともにこちらにお隠れください。
道を開いた後にお迎えに上がります。それまでしばしご辛抱。面倒をかけるな。くれぐれもよろしく頼むぞ。帝を狙うのは各氏や炎章だけではあるまい。急ぎ我が元へお連れせねばな。いい結果が出せたようだね。見事だ閣下よ。お主は治癒のニュースを天から授かったのだな。よし、直ちに守備配置につけ、なる戦闘に備えるのだ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。炎章様こそが帝を報じるにふさわしい。さっさと引き渡してもらおう。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。帝を非公開に置こうとは、どこのわきまえよ。無事にここを通れると思うなよ。帝を諦めるのならば考えてもいいな。受け取ってほしいな。本気よね。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。あの道は開けたか。助けがあればこそだ。礼を言うぞ。無双もない。本人の手口で何よりでございます。よっ。炎章も元の豊かさを。リョフは我らにやThank you.
します。部隊には敵を引きつけてもらう。その間に私たちは敵の策を探ろうか。曹操殿を追い詰めた軍。なんとか彼に一泡吹かせたいものだね。盗みとは厳罰にや。対する、この私が処断しよう。味方を攻撃している。反乱だ。ウキン殿が寝返ったぞ。わしらは陽動部隊だ。このまま援助を狙い派手に暴れねばな。まずはこの辺りの将を狙うぞ。無茶をするなよ、王徳。フォロワイかな。これが曹操軍の力か。一度引き、父上に援軍を要請しよう。敵将、討ち取った。さて、御用の歌も楽しみ。敵の目はわしに向いておるな。このまま進軍を続けるぞ。さて、今宵の宴が楽しみだね。
戸田閣下よ、お主は治癒の命を天から授かったのだな。情報を閣下殿にお渡しできる。さて、今宵の宴が楽しみ。見事だ閣下よ、お主は治癒の命を天から授かったのだな。敵将討ち取った。
見事だ閣下よ。お主は治癒のニュースを天から授かったのだな。頑張ってんな。その調子で行けよ。曹操殿は可否城は水攻めで落とすが上策。閣下殿と俺で必ず成功させます。攻めか。さすが閣下と準優よ。皆この戦にて呂不韋を討ち果たすぞ。城まで敵が入り込みましたぞ。呂不韋、ここは策にて敵を押し返しましょう。雑魚どもを蹴散らすのに策などいらん。俺が片っ端から踏み潰してやる。これはいかない。よし、ここで防御態勢を取るのだ。楽しませてあげるよ。この火器が我が盾か。妖怪のもとに志を散らすと、なんと無念。敵将討ち取った。お見事です、閣下殿。あなたの戦には花があります。全て蹴散らせ。見事だ閣下よ。お主は治癒のニュースを天から授かったのだな。放せ、雑魚どもが。この両方線に縄を打つなど許さんぞ。おすん、守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。この身を頼む、地を顔に来た。よく、それがお主の敗因だ。曹操殿、こたびの。英雄が揃っていると間を取り持つのも大変だね。ずいぶん幸せな悩みだけれどね。しかし
花崗豚殿の懸念は正しい。劉備がずっと曹操殿の味方でいるとは考えづらい。それでも利用しなければ曹操殿に必ず袁紹を打たせるために。あんた何かせいてないか。顔色も悪いようだし、少し休んだ方が良さそうだ。ありがとう。お言葉に甘えてゆっくり休ませてもらうよ。なすべきことが終わったらね。が帝を戦勝し北上を炎術が動き、帝を戦勝する炎術を打つ。全軍進め。受け取ってほしいな。本気よね。帝である朕を前にして無礼な奴らめ。誰かあやつらを打ち払え。ここで防御体制を取るのだ。とても持ちこたえられん。敵将討ち取った。なんと壮麗な戦ぶり。なんという強さ。こいつ敵将討ち取った。お上手ね。いい感じですわよ。
無様をチンが晒すなど。ハリングは帝を称しながら哀れな姿よな。その程度の器では乱世など収められぬ。剣術は打った。では手はず。炎章は数に任せて進軍を続けています。甲賀流域の防衛線は次々と破られ、周囲の戦線を制圧し、その先の炎章を打つ。戦力差は知略と武勇とで覆すのだ。
方向、勝利は確定かな。おう、その雌雄を決する時よ。我が軍
核がこそ真の三国無双よ。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。貨幣の曹操が我が大軍に打ち勝つだと、認めん、断じて認めんぞ。この勝利で殿の河北での覇権はなった。みんな勝ち時だ、勝ち時をあげよう。これで曹操殿の道は開けた。先を見届けられないのは残念だけどね。曹操様、友軍に加勢するぞ。戦力を集中するのだ。関との戦いにおいて各家はその能力を遺憾なく発揮、数的不利を覆し曹操に天下への道筋を示した。あとのことは信頼できる仲間に任せればいい、そう確信した各家は曹操陣営からふらりと姿を消す。病を隠し通し最後の最後に皆を驚かせる。それは享楽の軍師閣下らしい幕引きであった。閣殿。お、閣下殿の行方をご存知ですか。え、残念ながら。そうですか、無理が利くお体ではないのに一体どちらへ。今日はいい酒が入ってますよ。もちろんとびきりの美女もおります。それは魅力的なお誘いだね。お言葉に甘えて今からお邪魔しようかな。あとのことは全て託してきたからね。さあ行こうか。はい。人の性は儚くも美しい。だからこそ大いに楽しまなければね。